耳で読む生命よ永遠に。48聖霊の信仰危機物語。聖霊の信仰。生も死もすべて父なる如来の中における一つの出来事である。全部向こう側でお膳立てがなされ運ばれてゆく。したがって信仰者にはいつも如来の温かい祝福と愛の中に包まれ生かされているという一貫した信念と平安がなければならない。最も悲惨であるべき死刑囚たちが人間の最も絶望的な死という現象を前にして感謝と喜びと安らかさに満ちている。この事実に私たちは気がつかなければならない。その人自身が元から内に持っていた仏性の光が現れ出てくるために人はこのような永遠の安らぎに到達することができるのである。人は皆自分を救うものが自分の中にあるということ、それをいつか発見するのである。仏性が剣道体になった時、聖霊という言葉で表現される。聖霊に目覚める時、私たちは生死を超えることができるのである。聖霊の自覚は善の境地よりもさらに深いものがある。聖霊の力と愛と祈りの言葉。聖霊は愛なり善なり平安なり至福なり、この力常に愛の次元をなさんとし、人は絶望的存在なれど聖霊は助け導く。人のうちにおのずからなる愛の働きあり、この力強く念ずべし。されば人は聖霊によりて祈らん。人に関係なく人を超えておのずからなる働きをなすものあり、人の努力にあらず、人の観念にあらず、人の信仰にあらず、人の気根にあらず、天然自然の力、天然自然の働き、もとより人のうちに存在して万事を処理せん。このままにてよし。聖霊の働きに信託せん。一人働きする母のごとき愛の力、人、たとえ、すべてを失うとも力のみ最後に残らん。聖霊のみ人の実相なり。念ずれば聖霊花開かん。人のために祈れば聖霊良き実を結ばしめん。病ある人のために祈り、悩める人のために祈らん。聖霊は赤霊の世界に愛の火を灯さん。祈れば聖霊来たり、持続すれば聖霊活発に働きでん。人常に祈らん。祈ればすなわち聞きたもう。聖霊来たり働きを起こし勝利をもたらさん。人の中に人と隔絶する力、一人働きする勢力あり。祈れば聖霊至るところに現れいでん。人常に聖霊と共にあり、聖霊と合体す。聖霊の実相を感じて平安に従すべし。祈れば聖霊の光みつ。求めよさらば与えられん。尋ねよさらば見出さん。門を叩けさらば開かれん。すべて聖霊の力と愛によりて実現せん。右の詩は私が聖霊の実在と働きについて歌ったものだが、聖霊を知った時永遠の安らぎが訪れる。ご不祥を嘆く必要はない。自分の理解力の弱さを嘆く必要はない。実相はいつも愛なる如来に抱かれている。如来の種子が人に聖霊として宿されている。信仰を深めていくのはこれしかない。このままでよいという信仰以外にもはや救われていく道はないのである。